八神さん。天沢。ああ。ありがとうございます。よろしく。なあ。なんだって？実は。そう。なあ。実は。なんだって？それって…いえ。なるほど。マジで。
ええ。ん？実は。なるほど。ですが、わかった。はい。八神さん。ああ。ありがとうございます。そう。八神さん。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。
事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんな奴かわからないし危険だろう。いやしかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いやお前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。一緒に行きます。にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いやむしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。あ、はじめまして。どうも。八神です。すみませんでした。天沢。あ、まさか。実は。
天沢。ええ、天沢。ええ、なんだって？なあ。あの、お願いします。え？はい。
ありがとうございます。あの、あの、お、はじめまして。はあ、いや、え？八神さん。ああ。マジで？まさか。ああ。なんだ。ん？察するに。ああ。ということは、ああ、あの、ああ。
ああ。お願いします。わかった。ええ。いや。勝負です、八神さん。よろしく。よし。よし。ナイト。悪いな。こういうこともあります。おっしゃ。アマサ。あ、察するに。
なるほど。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにしてます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくはないですね。真実から目を背けていいのか？受験という真実から。もうやめて。やれやれ。一緒に行きます。なあ。
実は。ですが。なあ、は？実は。うん？え？ええ。あの、はい、なるほど。おい。ん？あ。八神さん。おい。ちょっと。ああ、
天沢。八神さん、察するに。ああ、ええ。八神さん、ということは、なんだって？察するに。まさか。
要するに。まさか。ですが、なあ、天沢。察するに。
なるほど。ということは、察するに、ああ。天沢。え？